おはようございます、ドリキンです。これ今日ね、まだ木曜日で平日なんですけど、サンフランシスコというか US はサンクスギビングという、まあ、クリスマスに次ぐ大型休みなので、久々にドリンとお出かけしてこようかなと思います。ちゃんとサンクスギビングに連携してフリーパーキングになってますね。素晴らしい。カフェがどこも開いてなくて、いつものサイトグラスがなんとか2時ぐらいまでしか開いてないらしい。もう1時近いから1時間ぐらいしか入れないんだけど、てか開いてんのかな。おお、一応やってる。さすがにいつもに比べるとだいぶ空いてる気がするけど、今日は2時までらしいです。ていうか、こんなやっぱり場所求めてる人いるんだったらカフェみんなやればいいのに。いや、こんなに空いてるサイトグラスに来たの数年ぶりな気がする。昔はこんなだったんだけどね。ガラガラですよ。ガラガラってほどでもないけど、多分ここスタッフ用オフィスで、普通の人は入れないんですけど、で、道路沿いに少しシートがあって、で、焙煎するところがあって、で、このカウンターで注文して、で、ここで作ってもらって、で、2階席がこんな感じであるっていう。この今、USB-C がしかない MacBook 12インチとこっち MacBook Pro ですけど、ここにね、やっぱり前回このトラックパッドが非常に僕の手には良くないということが分かったので、やっぱマウス買いたいと思って、これが今僕お気に入り一押しの Swift マウス GT ですけど、これね、やっぱ素晴らしい。なぜなら、USB ドングルで接続することもできるけど、 Bluetooth で接続することもできるから、一瞬ね、あ、やべえと思って、これ MacBook でこれ使おうと思ったらドングルさせないじゃんって思って、こっからドングルさす用のケーブル出さなきゃとか思ったんだけど、ちゃんと Bluetooth 経由でもバッチリつながる、どっちでもつながるっていうのはすごい偉大ですね。これは本当に手の負担が減るからおすすめです。2時早かった。一瞬で追い出されてしまった。ちょっとこの間このドビーを飛ばしたところがすごい、このベイブリッジの景色最高だったんで、ここでファントム4飛ばしたい。今日なら人少ないから行ける気がする。ファントム4取り出し、じゃじゃん。なんかすごい埋もれてる。いっ、この絶好の、これ最高でしょう。久々に、あれはまた SD カードが入ってない。危うく SD カード忘れるところでした。やりました。無事ベイブリッジでドローン飛ばせました。今日人いないから最強でした。いや、しかし寒かった。寒。さあ、買い出ししたいんだけど、いろいろ休みなんだけど、ここいつもの野菜ジュースの素材買う。あ、また入り口間違えた。ここでまた買い出し。ということで今日はね、バッチリファントム4の空撮楽しめたんですが、やっぱりこれをね、
出張で日本に持っていくと代わりが一個いっぱいになっちゃうんで、悩ましいところではありますね。なんでその話をしたかっていうと、マビックプロついに発送されたんですよ。されたんだけど、配送予定日が僕が出張で、日本に飛び立って日本に着いた日。なんかもうほんと一日違ければもう全然状況変わってたんだけど、ということで、悩めるお年頃ですが、まあ、今日はそんなところで、もしこの番組面白かったらぜひここら辺にね、僕の顔アイコンでチャンネル登録アイコンが、最後の方に出てくると思うので、ぜひそこからチャンネル登録といいね評価をよろしくお願いします。一応明日ね、サンクスギビングの翌日ってブラックフライデーって呼ばれてて、まあ、なぜブラックフライデーっていうかっていうと、1年の中で一番黒字になる、1年で一番物が売れるっていう日で、大セールをするんですね、アメリカでは。で、さらにその次の週の月曜日、来週の月曜日はサイバーマンデーって呼ばれてて、なんかオンラインで一番、物が売れる日なんですけど、でね、なんかもう、まあだから今日の深夜0時ですよね、からなんかこうベストバイとかを店開けて、なんか特売するとかいう、まあお祭り騒ぎがあって、まあ僕はそのマヤツリーに乗る気は全くないんですけど、明日日明かしで、まあどっか見に行ってもいいんだけどね、でもなんかここ数年見に行ってるけど、本当に買うもの自体はね、まああんまりそこで散財する気はないんですけど、アメリカっていうのはそういう習慣みたいです。もう今ね、今年はでもね、意外とやっぱりブラックフライデー自体よりもやっぱサイバーマンデーが強くて、フライングサイバーマンデーみたいなのがもう先週ぐらいからすっごい広告入り出してて、めっちゃいろいろ出てますね。散々やめたんですよ。本当に。2017年は、節約王として頑張ろうと思ってるんで、では。さあ本日はサンクスギビングですが、うちの食材はだいぶ減ってきたので、マンゴー、ミント、トマト、バナナ、あ、これリンゴ、トマト、プルーン、キャロット、ザクロ、ブロッコリー、ケールで、レモンがないからね、ちょっと味がいつもと整わないかもしれない。こうなんかいつも手動でこのスピード調整しながら作ってたんだけど、ここにスムージーボタンがあるのを初めて使って、昨日から使い始めました。なんかね、スムージーボタンだと勝手にスピード調整して自動で切れてくれるから全然楽だった。早く気づけばよかった。なんかね、自動機能全然違う。ちょっと実はもう飲んじゃったんだけど、回しすぎないから温度もちょうどいいし、スムーズです。うまい。